今日は今池田に来ています。ここは小林一三記念館なんです。阪急電鉄を作りまして、そして宝塚歌劇東宝グループもろもろ、百貨店ももちろんそうですね、大きな経済グループを作りました小林一三さんのさまざまな資料を展示しているところです。実は私、小林一三さんを皮切りにですね、経済の偉人のアニメをこれまで作ってきました。今も今度1万円札になります渋沢栄一氏のアニメを制作中なんですね。で、日本の子供に偉人って言うと誰ですかと聞きますと、野口英世をはじめ、あるいはヘレン・ケラーとか、そういった人の名前が多く上がってきます。実は経済人もさまざまな偉人がいるんですけれど、どうなんですかね、その商売をする金儲けなんだというようなことから、ちょっと誤解されているところもあるんじゃないかなということでですね、公益財団法人藤井財団というところのお手伝いをさせていただき、これまでに絵本の出版、そしてアニメの制作ということで、さまざまな経済の偉人を取り上げてきました。で、そのお一人がこの小林一三さんなんですね。で、ぜひそちらのアニメもご覧いただきたいんですけれど、ご存知のように山梨出身で、そして東京、私の大先輩、慶応義塾大学卒業されまして、で、銀行、三井銀行で勤めていました。縁あって、大阪の地にやってきたんですけれど、折からの世界恐慌でですね、仕事を失ってしまいます。失業してしまったんですね。今この新型コロナの影響でですね、GDP が大きく落ち込んだ、このあとおそらく雇用にも影響してくるでしょうし、景気がそんなにすぐに回復してくるとは思えない中でですね、こうした偉人たちが諦めずに、何かこういうことをやろうと、時代はこうなんだっていうことを感じて、続けてきたっていうことをぜひ皆さんに知ってほしい。じゃあお前できてんのかって言われると、確かに20年前に、20年もうちょっと前経ちますが、自分しビデオの会社を創業してですね、大して大きくすることもできず、潰してはいないものの、全然経営者として私はダメです。これまでもダメなままなのかもしれないですけれど、やはり諦めずに、こうなんだ、こういうことをやりたいんだっていうことをやり続けた人だけしか成功していないっていうのは、本当に、著名な人に限らずですけれど、姿勢に埋もれているような人のお話も、自分しビデオを中心にですね、話を伺っていると、諦めずにやるんだと。そしてそうした諦めなさというのは、世の中がえらいことになっている、ひっくり返っている、誰しも頭を抱えている、お先真っ暗だっていう時にこそ、なんていうか、光明が見出されるというか、そういうことがあるというふうに思います。今また改めてぐるっと展示を見てきたんですけれど、小林一三さんがですね、大阪へやってきて失業をして、どうしようか、拾われた会社も国有化されてしまって、もう生産をするという仕事を担当していて、でも免許が残っていた、特許が残っていた、その有馬へ向かう、その免許、お前が一生の仕事とするならばやってみろと先輩に言われてですね、それを諦めずにやったことが、その後の大きな事業グループを作ったということは間違いないわけですね。ですから、今日改めて私は思います。
経済の偉人に、注目をしていただきたいということもそうですけれど、経済に限らずですね、こういうしんどい時だからこそ諦めないんだと、今やっていることを諦めずに続けるんだということの大切さを教えてもらっているような気がいたします。今日のコラムでした。